トナム情報ウィークレス。各地の天気です。ハノイ、ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。ラオス副大統領と会談、新首相、ソクチャン省の投資促進会議に出席、再建事業の見直しを要請、ベトカブ日記。ラオス副大統領と会談。4月28日にグエン・フチョン党書記長はラオスのパニーヤートープ副主席と会談し、ラオスとの特別な関係を最優先していると述べました。チョン書記長は今年が両国の外交関係樹立60周年、ベトナムラオスの友好協力条約の調印45周年になることを記念する諸活動の開催で緊密に連携していくよう提案しました。ラオスはベトナムの西、タイの間にあり隣国です。隣国とは国境問題などで仲が悪いことも多いですが、ベトナムとラオスは長年仲良しなことで知らせています。新首相、ソクチャン省の投資促進会議に出席。南部ソクチャン省を訪問中のファム・ミン・チン首相は、共に歩む、協力、開発をテーマにしたソクチャン省の投資促進会議2022に出席しました。チン首相は、透明性、明確、平等、安全、効果、着実という目標の達成に向け、投資環境と投資エコシステムの設立、開発問題を取り上げました。ソクチャン省はホーチミン市の南約 150km にあるメコンデルタの都市で人口約120万人、クメール族が3割を占め、クメール仏教寺院でも有名です。また当局者とのセッションで首相はソクチャンが農業生産から農業ベースの経済開発に移行することを提案しました。農業の付加価値を高め、水産物加工、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーなど地域の利点を生かした産業にフォーカスし投資を呼び込み、パフォーマンスの低い産業を破棄するよう促しました。再建事業の見直しを要請。財務大臣は証券会社での社債サービスの提供を伴う民間発行の再建事業の見直しを要請しました。先に財務大臣は、民間発行社債市場における発行、投資及びサービス提供の検査、監督の強化に関する指令を交付したばかりです。財務省は、証券取引所に、2022年3月31日現在の債券発行企業の債券発行額、未払い額などを調査するように要請しています。社債発行をめぐる詐欺容疑で会長らが逮捕された、ベトナムの不動産開発団ホアンミングループの問題では、社債代金の返却で騒動になっていますが、国立経済大学の研究チームは、2021年に不動産信用の成長率が平均成長率よりも高い 17.14% で、5億ダリされる社債の 40% を業界が占めており、商業銀行システムの安定性と安全性に大きなリスクをもたらす可能性があるとしています。国立経済大学の学部長であるチュンタン氏は、多くの不動産社債が発行されているが、最大 74% のサブプライム債務が金融システムに残っていると警告しています。ベト株日記。 VN インデックスは木曜日に小幅の動きでマイナス 0.21%、 1350.99 とわずかに下落しました。大きく下げたのは TP バンク、 TPB がマイナス 3.45%、 ペトロビエトナムガス GS が 3%、 証券会社 SSI がマイナス 2.6% でした。 IT 大手 FPT はプラス 2.4%、
最大の民間金融機関であるデクコンバンクの TCB が 1.7% 上昇しています。 FPT は何かと縁があるので1単位欲しいのですが、まだ買う勇気がありません。 V プレス編集部ベト株日記の成績はマイナス 15,362 円。今期になっているのは昨日ご紹介したフォアビン建設で、今日は 2.7% 上がっていました。1単位1万円なのですが、2連続ストップ高の後で腰が引けて昨日は買えませんでした。ベトナムは本日4月29日は平日ですが、5月2日と3日が休みで春の連休を控えています。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。しんちゃお。